んこんにちは。今回もハムスターちゃんの本能行動に関する実験を行ってみたいと思います。今日はどんなことするんですか？今日はですね、ハムスターちゃんが上下運動をどのくらいできるのかっていうのを実験で見てみようかと思います。だいたいハムちゃんの 10倍ぐらいの高さかなくらいのパイプを準備してます。実際ハムちゃんってこういった狭いところを登っていく力があります。こういう高さまで本人は登れるのか、どのくらいまで登れるのかなっていうのを見てみようと思います。じゃあ実際やってみたいと思います。はい。さて今回実験に協力してくれるのはゴールデンハムスター。通常なら飴やお菓子が入っていそうなケースからゲージに放たれました。見慣れない土地に戸惑うのは人間もハムスターも同じか。まずは様子見が続く。一体ここはどこなんだ。おっと、ここで垂直パイプを見つけて思わず中へ。スルスルっとスムーズに登っていく。パイプの中は無重力なのか。下に滑る様子もなくてっぺんにたどり着きます。そして左を見て右を見て安全確認。左から無限ループへ入っていった。慎重なのか単にパイプが細すぎるのか少し窮屈そうにも見えるが、ゆっくりと力強く前に進んでいきます。その歩みはとどまることを知りません。上りも下りも自由自在。もはやスパイダーマンを超えたか。あー、上りましたね。かなり上ったね。結果10ハム分ぐらい、人でいうと 1.6 メーターぐらいの人で考えたら16メーター分ぐらい、だいたいビル5階分ぐらい上った計算になるかな。すごいですね。こんなに登るの上手なんですね、うん、これって登りやすい形とかそういうのもあるんですかね。そうですね、もともとやっぱりこういった細い空間っていうのはハムちゃんの巣と同じなんですよね。なんで本能的に狭いところに行けば自分が守られている安全ということを理解しているので登っていったんだと考えられますね。そうなんですね。今も寝てますもんね。安心してる証拠ってことですよね。本当にすぐ寝ましたね。よく平面運動のホイールばっかりお店の方では進めたりしてしまうんですけれども、本当は上に行ったり下に行ったりっていういろんな行動を取れる動物です。行動ができなくなるとどうしてもそのできなくなった分っていうのがいろいろな問題行動につながりやすいので、ハムちゃんを飼うとき他の動物も一緒なんですけれども、この動物ってどういう動きしているのかなっていうのを考えながら、その動きができるような飼育のやり方っていうのを考えてもらいたいですね。今回の実験も大成功でした。どうでしたか？結構自分も分かんないことがいっぱい分かったので、やってみると何でも楽しいですね。では次回も楽しい実験だったりとかハムちゃんの行動だったりとかご紹介できたらいいなと思います。それではまたね。西本店長のワンポイントアドバイス。今夏バテのシーズンですよね。どうしてもこの時期っていうのは体温の差と気温差があんまりないのでカロリーを人は必要としません。なのでどうしても食べ量が減ってしまうと飲む量も減ってしまいます。でも汗はよくかくしおしっこもいっぱい出る季節です。なので体から抜けてしまう必要な電解質やミネラルを、人はスポーツドリンクからで、ワンちゃん猫ちゃんはワンちゃん猫ちゃん用のスポーツドリンクなものがあるので、こういったものから積極的に補給するようにお気をつけください。